ご視聴ありがとうございます。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は、11月19日発売の任天堂スイッチの桃太郎電鉄をご紹介いたします。よろしくお願いいたします。あれ、このソフト買ったんだ。3連休、本当は出かける予定でしたが、例の病気のことで、家にずっといることになったので、せめて、旅をした気分になりたいという気持ちで、この桃太郎電鉄をプレイしたくなりました。なるほどな。それならこのゲームでいっぱい楽しもうぜ。ここで、私の住んでいる町を選びます。ここは大阪だな。ここはうつ主の名前を入力いたします。オンラインでも遊べるんだな。そうよね。家ではぼっちのうつ主だから、まずは久しぶりだから CPU と遊びます。慣れてきたらオンラインでプレイするんだな。はい、そのつもりです。10年って結構短くないか。最初に遊ぶんだったら、ちょうどいいと思うよ。プレイ開始です。ゲームはおなじみ、東京からスタートだな。そこからヤシャ姫さんが目的地を選びます。1000万円からスタートって足りなくないか。いつも一緒よ。さあどこになるかな。お、出雲だな。東京からだとサンライズ出雲で、寝ていたら到着するね。そうだな。どうやって向かうだろうな。久しぶりの桃鉄だけど、秋葉原駅や後楽園駅、そして大久保駅、そして船橋駅、佐原駅とかあるんだね。そうだな、細かくなってびっくりだぜ。とりあえず、成田空港からかな、空路で出雲に向かうのが、いいみたいね。青のマスに止まったからお金いただけるな。はじめまして、楊貴妃さん。秋です。こちらこそお手柔らかにお願いします。持っている1000万円でいきなり物件購入したな。キャラごとに積極的に買い物したりするかもね。次は閻魔社長だな。手強そうだな。さすがに日本橋は高そうだからスルーしたみたいね。6が出たか。サイコロ運はいいみたいだな。そうね、空路はさっさと抜けたいね。お、カードがもらえる駅だな。急行とか新幹線など、サイコロがいっぱい増えるカードが欲しかったけど仕方ないね。今度は星飛びカードをゲットだな。何だろうな。次のターンで確認しないとね。すげえ、プラス駅で5000万円もらるんだ。5000万円ってすごいよね。夏のこの時期なら青の駅に泊まりたいね。触れ幅は大きいが夏はプラス駅に限るな。カード売り場へ一気に飛ぶことができるみたいね。これはすごいな。これで差を広げることができるな。これで出雲に一番近い、京都府の綾部に飛べるね。そうなったら今回は勝ったも当然だな。綾部のカード売り場に到着。星飛びカードって2億だったんだな。結構お高いカードを使ったみたいね。でも最初だしいいよね。そういえば、今更感があるけど、桃鉄のキャラデザイン変わったよな。今までは、最初の桃太郎伝説から土井隆之さんでしたが、今回からは、桜大戦やぷよぷよフィーバーでおなじみの、竹波秀幸さんに変更になりました。これは変わりすぎだよな。前の土井さんの味のあるキャラクター、特に貧乏神とかが好きだったんだけどな。そうよね、そういうファンの方々の声が多数ありました。
でも竹並さんの桃太郎さんや夜叉姫さんが可愛いから、私はまあいいかなと思っています。そうだな。気分一新このキャラクターで楽しもうぜ。そして本編、楊貴妃社長は今回約9000万円ゲット。すごいな。そうよね。夏の青の駅はすごすぎますね。お、閻魔社長も星飛びカードゲットみたいだな。こちらもうかうかしてられないね。福知山から三人堂を使うのかな。一気に行こうぜ。また赤の駅、親誰かが出たみたいね。これはラッキーだったな。サイコロの5か6出さないとな。出ましたね。特急カードをゲットできたぜ。本当にラッキーでしたね。さあ北上するよ。一気に倉吉駅だな。ここはヘリポート駅だったみたい。今回はでどれも遠くなるのでスルーです。楊貴妃社長は新幹線カード飛ばしてくるな。次は閻魔社長は星飛びカードを使ってこなかったみたいね。そうだな。どうするんだろうな。あと空路の下に船かな。いろいろ駅とあって奥が深そうだな。そうよね。いろんな目的地に行けて嬉しいよ。新幹線カードはサイコロ4つになります。これで一気に空路を抜けることができるかな。関空かな。ここから陸路みたいね。境も駅があるんだな。本当に駅がいっぱいあって楽しいね。新幹線周遊カードは何回か新幹線カードを使える素晴らしいカードだな。これは本当にのんびりできないね。追いつかれるかもね。注意しないと。でも陸路になると新幹線の輝きになってかっこいいね。出雲まであと6マス。ここで終わらせたいな。なかなか、そうはうまくいかないのが桃鉄の面白さです。安木駅の土壌すくい教室が最初の購入物件だな。ここ安木は土壌が有名みたいね。そういえば、鳥取で J3 のサッカー見て、出雲大社にお参りしたいなーってこの路線見て、うつ主がぼやいていました。もうガンバ大阪 U23 がなくなるので、少し難しいかもな。そっか、それは残念ね。でもいつか東京から、サンライズ出雲の寝台特急で出雲大社にお参りしたいものです。閻魔社長、今度は特急カードで岡山経由で来るみたいだな。特急や雲かな。季節は冬に、ここから赤の駅に止まるとヤバいぜ。本当に気をつけないとね。一気にマイナスになる破壊力あるからね。残念。ぴったり止まらないといけないみたいだな。そうよ。でも出雲は2方向から行けるからサイコロの目を狙いたいね。本当に冬は赤い駅が多いなぁ、怖いぜ。だから閻魔社長は、避けて四国に向かったのかな。やったね。2で出雲に到着だね。巫女さんたちが迎えてくれました。お、1億4620万円ありがとうございます。お、かわいい貧乏神だな。新しい貧乏神ね。でも怖さや厄介さは一緒だから、一緒に旅にしないように気をつけないとね。そうだな、なるべくなら一緒に旅したくないぜ。やばいぜ。一番遠いぜ。そうだね、本当に。なんとかして追いつかないとね。でも、せっかくだから出雲でお買い物を。全部出雲蕎麦屋だな。買い占めできるぜ。
そうだね。これで出雲の収益が2倍になるね。出雲脇社長のものしたところで、そろそろこの動画も終わりが近づいてきました。少しは、任天堂スイッチの桃太郎電鉄の面白さが伝わったでしょうか。この3連休、我慢の3連休と言われています。この桃太郎電鉄でたっぷり遊んで、お外に遊びに行った気分を味わってはいかがですか。ここまでのご視聴ありがとうございました。またね。